どうも、ベトナム在住のウィキスです。友達のスーパーカブね、これ、加工屋でシリンダーの方、スリーブをね、入れ直してもらってきました。で、あと、こっちもね、すり合わせと掃除してもらって、必要部品もね、買ってきました。これね、もう新しいスリーブ入れてあります。入れるスリーブね、写真撮らせてもらったんで、入れる前の写真をね、まずお見せします。ね、写真に写ってるスリーブを、入れてるんですが、もう継ぎ目も、まあ分からなくはないですけど、綺麗にね、加工されてるんで、こっち側もね、こんな感じになってます。それで、もう加工屋でね、すべて部品も準備してもらったんですよ。で、ピストンがこれか。ね、すべて新しいもので、お店の方でね、もう確認はしてくれてます。ただね、問題は、私の動画で何度も説明してるんですけど、ベトナムのボーリングはね、この、きついんですよ。クリアランスが。まあこれはね、ピストン側の問題なんでどうしようもないんですけども、一応確認してみようかな。これ部分的にきついところがあるはずなんですよ。でね、前もマジックでね、ペンで色塗って、どこが当たりがきついのか確認して分かんなかったんですけどね。やっぱりこれね、友達のなんで、きっちり同じように確認してみたいと思います。前に確認した時中で擦っちゃってね、わかんなくなったんで、多分ね、一回だけ通せば何か見えないかな。ズズッと。この腹の部分が当たるんだな。ここですね。結局ね、ここら辺の当たりがきつい可能性が高いんですけども、これをね、ペーパーで擦ると言っても、まあうまくいかないんで、まあいつものようにね、またクリームクレンザー使ってね、擦ってしまいます。で、新品部品はどかそう。ちょっと新品部品は使いたくないんでね、そのために残してある中古、これと、このね、コンロットですね。コネクティングロット。こいつでね、すり合わせしていきます。さあ、これで、インが上側、上側ですね。だから、この向きか。さあ、じゃあ、クレンザー。こういう。しょ。ちゃんとここの溝にもね、入れなきゃダメだったね。案外ね、傷がついちゃってますよ。まあまあ、そんなことも気にせず、やっていきましょう。
ちょっと軽くなってきたかな。どこまでやるかがわかんないんだけどね。一回洗います。ちょっとねパーツクリーナーで洗い流してみました。ピストンは今回やっぱり当たりがきついのかな。特に上側がねなんかこんな筋入ってますね。今回緩くなってないんだよな。上がこっちか。ちょっとオイル塗ってみよう。まあまあいい感じだけどやっぱり重いよね。この入り口がね、入り口なんだ、下側が硬いのはねいいんだけども、もうちょっと柔くしたいな。ちょっとねこの当たってる場所、ここをサンドペーパーでね削っちゃいます。600番ですね。これでねちょっと削っちゃいます。あんまり人のでこういうことするの怖いんだけどね。まあしょうがない。あ、緩くなった。まだちょっと硬さはあんのかな。ストンと落ちないんだよね。まあでも軽くはなりました。これでいいんじゃないかな。これ以上やるの怖いもんね。というかこの後ディンプル加工もするんでね、その後もう一回ペーパーもかけるからディンプル加工いっちゃいましょう。これね、まあ、ディンプル加工をするんですけども、本来ね、日本のちゃんとした精度のピストンなら、そんなの関係ないと思うんですけど、こいつね、あら、刻印が消えちゃった。スタンダードなんですよ、サイズが。で、今まで入ってたやつ、傷だらけになってますよね。これね、ここに入らないんですよ、全然。何かっていうと、これがね、すでにオーバーサイズなんですよ。で、オーバーサイズを入れて、ベトナムでね、まあこれが何キロ、走ったかわかんないんですけども、案外ね、すぐにこうなるんですよ。1万キロとかでね、こうなることが多くって、反対側はね、大丈夫でしたが。まあまあ、やっぱりね、そうなるの防ぎたいんでね、ディンプル加工やっていきまーす。さあ、ディンプル加工やっていきましょうかね。今回は、思ったよりきついんでね、案外たくさんやった方がいいのかな。こんな感じでいいんじゃないかな。ちょっとやりすぎ？まあいいや、行ってみよう。こんな感じでね、やってみました。反対側もね、やっていきまーす。さあ、こんな感じで、いいかな？バリ取り兼ねてね、もう一回サンドペーパーかけまーす。今回は全体的にやね。やりすぎは怖いんだけどね、ちょっときつかった場所に頑張ってペーパーかけてみました。
さあこれでねもう一回確認してみましょう。オイルを垂らして、たっぷり塗って、お、いいんじゃない？ちょっと待ってよ。ストンと落ちないのがね、嫌なんだけども、ちょっとこれ以上削ってもね、怖いんでね。あとは慣らし運転でどうにか頑張ってもらいます。今ね、慣らし運転であとは頑張ってもらいますって言ったんだけど、やっぱり硬さがね、気になっちゃうんですよね。だからね、ちょっともう一回クレンザーやっちゃいます。やりすぎも怖いけど、ね、ベトナムのピストンは傷が入りやすいんでね、そっちの方が怖いんですよ。前に整備した人がね、ここの溝きっちり見ながらはめてくれたらよかったんだと思うんだけど、まあいいや、もう一回クレンザー行きまーす。うん、ずいぶん良くなったんじゃないのかな。い、うい、ういった。うん、さすがにこれぐらいにしておこう。って言いながらまだやってるけど。ね。よいしょ、潤滑は大切ですよ。さあ、洗浄。ピストンシリンダーとね、洗いました。今回ね、ピストンはかなりがっつり当たってる感じですね。まあでもこれでね、やっていくしかしょうがないんで、なんだ。ちょっと縦傷あるんでもう一回サンドペーパーかけます。ちなみにね、この、なんだっけ、シリンダーはね、ああやってガーッと擦る割にはね、ちゃんとクロスハッチは残ってるんですよ。裏側がちょっと筋入っちゃったかな。まあうまく映んないですけどね。それで一旦もうちょい磨くか。なんか2本線が入る当たり方なんでね。で、反対側がここか。部分的に当たってんだよね、やっぱりね。だから、ボーリングででかくしてもらうわけにもいかないと。こんなもんでいいかな。ちょっと拭いただけだけどね。オイル入れてというか、オイルをつけて、もう一回状態見てみましょう。この入り口がね、ちょっと硬いんだけども、それ以外は、まあ下はストンと行くからいいのかな。ね、新品なのに上と下で硬さが違うってのも困ったもんなんだけども、もうあとはそれこそもう慣らしで行ってもらうしかしょうがないでしょう。ね。ちょっと今回固めで不安はあるけど、まああとはしょうがない。それでだ。お店の方でね、ピストンリングも確認はしてくれてるんですけど、もう一回見とこうかな。コピー部品の怖いのはね、これがね、まあ新品だから緩いことは基本ないはずなんだけども、きつすぎるんですよ。隙間が少なすぎてね、きつくって、なんだっけ、焼き付きというか、ピストンの傷の原因になることがあるんでね。これを、はめて、微妙だな。微妙だな。下部のマニュアルだとね、
隙間が、あー、きついな、きつい。これね、0.5 ミリ以上が交換になってて、加減が書いてないんですよ。で、ただ、GN、鈴木 GN のマニュアルを見るとね、0.1 から0.25 なんですよ。で、これがね、0.1 がきつくて入らない。これはちょっと広げておきたいなぁ。セカンドリングは余裕で 0.1 が入る。このね、誤差が怖いんだよね。なんで入らなかった？何か間違えた？いや、きついよ。これは削ろう。で、オイルリングは？オイルリングは見るからに OK だな。余裕ですね。こっちも。うん。トップリング、ファーストリングだけね、ちょっと削りまーす。と、削るのはね、ダイヤモンドヤスリですね。ゴミを入れたくないから。こんなもんでいいかな？ちょっと掃除します。はい、掃除しました。これで、削りすぎた？そんなことないか。0.1 が入るようになりました。OK ですね。いやいやいや、一つ一つ確認が大変ですね。ちょっとね、友達のなんでね、一個一個しっかり確認していかなきゃいけないんで、今日はね、これで終わりにしてね、一回ここら辺も全部きれいに掃除しておきます。次回ね、シリンダーヘッドの方かな、確認していきたいと思います。それではまた。